はい、どうも皆さん、こんにちは、ミネットです。さあ、中古で買った飛び出せ銅釣りに神データは存在するのかしないのか、夏休みの特別企画編8月31日分続きやっていきたいなと思います。いやー、ついにですね、本日をもちまして、中古で買った飛び出せ銅釣りに神データを探す旅、最終回となりました。なんだけど、ちょっとね、一つみんなに聞きたいことがあって、これね、基本的にパッケージ版を購入してるんですよね。中古の飛び出せ銅釣り。その中で、俺もね、偶然見つけたんですけど、普通さ、飛び出せ銅釣りのパッケージの家具の色って緑色だと思うんですよね。なんだけど、唯一見つけたんですよ。青色を。いや、俺が持っている、パッケージの色は青色ですよっていう方、いたりします。いや、これね、経年劣化で青色になってるとは到底思えなくって、ちょっとこれみんなに聞いてみたいなと思って冒頭部分で話してみたんですけど、まあそんな31日目なんですけれども、早速やっていきたいなと思います。どうぞ。いや、本当に偶然気づいたんですよね。なんかパッケージをね、整理してた時に、うお、これ青色じゃねえかって思って、絶対動画のネタにしようって思ったんだけど、どうもリセット管理センターのものですけど、ちょっといいですか。身に覚えがない。身に覚えがないのか。ちょっとわしにも分かりかねるんですけど、えらいすみませんでした。ほな、これにて失礼します。すまねえな、リセットさん。でも、リセットさんがいるってことは、どっかにリセットカウンセンターがありますよね。村の地形めちゃくちゃいいな。ディビット、サラ、グルミン、イザベラ、オクタロウ、ヒノコ、ハイド、シドニー、チャンプのメンバーとなってるわけなんですが、なんか最後の最後に、めちゃくちゃいいデータを引いた気がする。ちなみにですね、こちらマリオ村となってるわけなんですけど、外観も服装もすべてマリオとなっております。すごい、マリオ、全部マリオ、アルフ、マリオ、ピクミン、で、マリオ、マリオ5、マリオ4。全部マリオだ。こんなにマリオ愛に溢れているデータ、なかなか見たことないぞ。よし、ではですね、早速、村をぐるっと一周回って、今回はデータを2個紹介していきたいなと思います。まあ、残ってるデータがね、2つだけだから、その2つを紹介して、この中古の飛び出せ銅釣り2021年夏休み最後のデータ紹介としたいなと思います。でも、美しい村条例じゃないんだね。大地もあるし、マンゴーもある。まあ、さっきね、ドリアンも見かけたから、飛び出せ銅釣りに存在する、もう全てのフルーツは、集まってるはずなんですけど、ソーラーパネルで、これさ、集まる銅釣りにめちゃくちゃ欲しくない？これないのもったいないよな。なんで灯台あるのにこっちはないのか、不思議で仕方ないんですけど、ルイージとマリオだ。で、真ん中に俺。なんか、このスフィンクスがさ、ちょうどいいタイミングで、顔出し看板に、お、できた！完璧じゃない？顔出し看板から覗くスフィンクス。ちょいさ、どんな公共事業があるのか見に行こうぜ。あ、村長。今日は村長にお仕事の願いがあるんです。公共事業で進めていたモダンなベンチの完成を記念して、お祝いの式典を開きたいので、代表としてご出席ください。今回はパスで。すまねえな。村長は村長でも中身がちげえんだわ。公共事業のことで、ただ美しい村条例じゃなかったんだね。こんなに村発展してるのに。うわっ！一応ね、公共事業の設置の上限って30個までなんですよ。その30個を超えたら役場の公共事業しか出てこなくなるから、まあ最高でこの村は30個の公共事業があるんじゃないかなと思います。ちょっと見に行こうぜ。そっか、でもそれだけさ、村が発展してるってことだもんな。30個もあるのか、この村。美しい村条例とかにしてたら相当、スズランとかも咲く気がするけど、美しい村条例にはしてなかったんだな。逆に何の条例なんだろう。ちょっとそれも見に行くか。わー、なんか二度出ましたな。現在マリオの村は、あ、眠らない村条例なんだ。意外だね。これぐらい発展してる村だったら大体みんな美しい村条例な気がするけど。まあ、そんなね、1個目のデータ紹介なんですけれども、早速家の中に入っていきたいなと思います。外観もマリオって珍しいな。あ、中はポムポンプリンと、あとルイージ。ここは全部集まってるんだ。脱がせる。何を脱がせる？弟さんの帽子と弟さんの服。完全にルイージですね。このマリオのやつは、この子が着ているから、着せられないってことか。まあでもこうして並んでしまえば、マリオとルイージの完成なんじゃないでしょうか。いや、確かにな、このマリオの家具は、結構入手するのが大変なんですよね。ゲームコインで手に入れる必要があるから、運要素が絡んでくるんだよな。
ってなってくると、このマリオの帽子とマリオの服両方このマネキン用を手に入れるとなったら根気が必要ですよね。ってことは5年前の11月ぐらいまではプレイされてたってことですもんね。つい最近売られたデータの可能性が普通にあるぞ。こっちは和風家具シリーズか。わ、盆栽とか懐かしい調味料入れ、ニシンもあります。で、いろりですね。和風家具の中に、ロココがあります。ロココなチェストだったかな？合ってる、よかった。ロココなチェストがあるんですけど、こういうさ、ロココ系の家具とか、あとバレーのネットとか、こういうのをさ、和風部屋に置いてるのってめちゃくちゃ珍しくない？結構びっくりしたわ。元の持ち主さんのセンスの良さがにじみ溢れ出ている。804ってなんだろう。マリオって別に関係ねえもんな。804。しかも4だけが電気消えてる。つけておいてあげよう。こちら真ん中は、リビングとなってるわけなんですけど、すごくない？カントリー家具。で、これロイヤルの家具。で、ツートン家具。で、シンプルシリーズ。で、これが、文房具家具。あ？遊びに来たよ。いたら返事して。誰か来た。これがね、ミックスウッドシリーズ。もうシリーズ家具のオンパレードですよ。いや、こんなにシリーズ家具全乗せした部屋も、なかなか。ですかしら。出直すしかなさそうね。ごめんよ、サラ。また、いつか、会おうな。ただ、リビングに自分の置きたいシリーズ家具を置いていたっていうイメージなんじゃないでしょうか。俺もやったわ。動物のリープラスで。よし。左の部屋にやってきました。美しい村条例じゃないからな。G が湧いてしまうんだけど、これでさ、お湯張ってんの？スプリンクラーだっけ？だよね、スプリンクラーっていう家具で、これでどうやら、お湯を出してるらしい。結構お湯が欲しくなりそうな、まあ、そんなスプリンクラーもありつつ、こちら望遠鏡が2つあります。プラネタリウムを作っていたのかな？でも夜景とかめちゃくちゃ綺麗そうじゃない？まあ、ベッドにね、寝転んでモビールを眺めながら天体観測することもできるし、これだったら望遠鏡で夜空を眺めることもできるし、まあ、ハンモックでね、寝ながらこちらのプラネタリウムを眺めることもできるといった部屋になっております。これが意外な発想だな。まさかスプリンクラーで、お湯を張ってるとは思わなかったぜ。さて、次は上の部屋にやってきましたが、芸術品か。何が飾ってある？特に何も飾ってないのか。あ、でもこれ飾ることってできなかったっけ？展示ケース。展示ケースの中に何か入れるのは、無理だったか。この着陸船とかはさっきの部屋に置かなかったんだね。あ、さっきの部屋とはちょっと、雰囲気が違うか。多分あと、もう家具を2、3個置いたら床が抜けちゃうよって言われるかもしれません。うわ、欲しいこれ。集まれ動物に柵として欲しくない？もったいねえ、こういうのとか。あ、出た。まあ、これはね、全部博物館の2階の部屋で手に入れられるやつですね。ちょっと後で見に行こうか。こういうのとか、展示ケースとかも風庫から購入することができます。よっしゃ、最後、下の部屋にやってきましたが、あ、スプラトゥーン家具だ。塩カラーズのアオリちゃんとホタルちゃんを呼ぶことによって、この家具が手に入るんですよね。懐かしい。一応ね、アオリちゃんとホタルちゃんの他にも、もう一人、ガールとかを呼ぶことによって、もう一個家具が手に入るんですけど、その3種類だったかな、スプラトゥーン家具は。でも、アミーボプラスにちょうどアップデートされたタイミングで手に入る家具がまさかここで出てくるとは思わなかった。でも最終回にしてまさかこんないいデータを引き当てるとは。これ、壊れない？大丈夫？ちなみにこれを、弾が出るタイミングで家具を横に向けたら、ほい。ちょっと待てよ。うまいタイミングで、すごい変化球が打てるっていう。ほい。さて、2階に上がってきました。ここなんだよね。これとか、あと、フーコ、起きてくれ。ごめんな、寝てるところ。朝は眠てえよな。はっ！すみません、ちょっと休憩してみました。そちらの商品はガラスの展示台です。ご自宅だけではなく、展示室のディスプレイ用としてもおすすめですよ。まあ、ここでね、さっきの展示ケースとかを入手することができます。たまにね、銀のスコップとかもあるんだけど、海の底の床。こちらの商品は当館の海や川の生き物の展示が50点を超えた記念として販売してるんですよ。お値段は1600円。見ることはできないんだ。
サンプルとして見てえわ。そんなマリオのデータだったんですけれども、最後にですね貯金額をチェックして次のデータに行きたいなと思います。98万ベル。いやでもあんだけの公共事業を配置して家も拡張してたら、そらベルなくなるわな。よっしゃ、じゃあ最後のデータ紹介となります。ワンチャン初期データの可能性もあるが、というわけでですね、こちらが最後のデータとなっております。まあ、最後までねご覧いただいた方々はありがとうございました。家の中入っていこうぜ。多分これしずえさん出てくるわ。出てこない。あ、出てこないんだ。ミキサーの音がすげえな。ミキサーしかも止まらねえ。あ、でもマリオ家具出てきた。今日はマリオのオンパレードだね。これがリンクの帽子と、これマリオのさっきの帽子。リンクこれ合わせて。せっかくだからよ、リンクの、これだね、勇者の帽子をリンクの服の横に飾っておきましょう。この前当てたな、これ。で、ワリオのヒゲをマリオの帽子の横に置いておきましょう。まあ、ちょっとね、神話性せっかくだから持たせようぜ。まあ、でも、最初期ですね。テントからローンを返済し終わって、ゲームコインを使って、こちらのデータが完成したんじゃないかなと思います。え、でもさ、池がたった2つしかないってめちゃくちゃ羨ましくない？なかなか池が2つのデータって見かけないけどな。すごい、強運の持ち主なんじゃないかなと思います。だいたいみんな3つぐらいじゃない？え、ちょっと聞いてみたいわ。多分ほとんどの方が3つか4つぐらいの池を持ってるんじゃないかなと思うんですが、最後にですね、貯金額をチェックして終わりにしたいなと思いますって言おうとしたら、最後の最後に落とし穴にかかってしまう。そんな中古で買った飛び出せ動物鳥31日目でした。レイジを、まあ、ほっとくか。最後だぜ。貯金額、引き出していく。お客様の口座には、お預け入れがございません。ということで、貯金額は0ベルでした。というわけでですね、中古で買った飛び出せ動物鳥に紙データは存在するのかしないのか、夏休みの特別企画編8月31日、このデータをもちまして、最後にしたいなと思います。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。今回はこの辺で撮っておきましょう。バイバイ。ありがとうな、みんな。